皆さんこんにちは。こちらはコロナ前に行った京都嵐山の竹林の小道です。綺麗にお手入れされた約400メートルの散策路は観光客でいっぱいでした。ここに負けないくらいの綺麗な竹林を近所で発見したので紹介したいと思います。素敵な竹林は全部で3箇所見つけました。探せばまだまだあるかもしれません。まず1箇所目です。古い神社の参道です。太陽の光が当たってとっても綺麗でした。観光地ではないので観光客っぽい人はもちろんいません。いろんな木の隙間に竹が生えていました。2箇所目はこちらです。同じく近所の神社の近くです。空に向かってたくさんの竹が伸びていました。そして3箇所目はこちらです。荒れた道をどんどん山の中に入っていきました。道はじきになくなってこんな谷間に続いていました。これはもう道ではなさそうだと思ったんですが、驚いたことにこんなものを発見しました。道しるべか何かの石造物のようでした。もしかしたらここは古い街道だったところなのかもしれません。もう少し行けそうだと思ったので倒木を乗り越えながら進んでいきました。ここの真下はトンネルができているところです。だからここは昔の山越えの道だったのではないかと思いました。ほんの少し行くとこんなに綺麗な竹林がありました。誰かお手入れしている人がいるようです。その先はまたまた歩行困難な道でした。がこういう場所をガサゴサ歩く散歩もなかなか面白いと思いました。やっと地上に降りてきました。というわけで竹林探しの山歩きでした。ちなみに山口県では松下村塾の高校岳とか萩市大松院の四角い竹などが有名です。どうってことない散歩の動画でしたが、最後までご視聴ありがとうございました。